森光子5月9日から2012年11月10日は、日本の女優、歌手、マルチタレント、司会者。日本俳優連合名誉副会長、第6代日本喜劇人協会会長、富士テレビジョン番組審議会名誉顧問。国民栄誉賞受賞。栄典は、樹三味、訓三刀髄褒章、死樹文化功労者、文化勲章。 東京都名誉都民、京都市市民栄誉賞、京都名誉観光大使、京都府京都市出身、京都府立第一高等女学校中退。俳優の嵐貫十郎の十枚である。長らく、貫十郎の名で1923年生まれ、としていたが、1984年の四上法賞受賞に、あたり事実を公表し、訂正している。芸名は、 嵐の母から、女優の森静子とおばの旧姓、森正にちなんで、森、本名の密より、講師と付けられたことによる。浅草公会堂の手形母親、艶は、祇園の芸妓、父親は、紡績会社社長の温存師で、学生時代に母を見染め、共に寄り添う仲となったが、家族の反対に愛結婚が叶わず、その中で、森は、生まれ、 母親の私生児として育てられた。幼少の頃は、歌と踊りが大好きで、7歳の時には、NHK のラジオ番組にも出演している。母の実家は、京都、木屋町二条下がるで二宮戸国の家を、経営、旅館にはしばしば俳優のバンドつまさぶろうが、芸者集を連れて訪れており、その華やかな様子も、少女時代の森に、大きな影響を与えた。 しかし、国の家は、後に倒産。両親も森が13歳の時に、肺結核で、相次いで死去。森は、当初、松竹少女歌劇のスター、水野枝滝子に憧れて、歌劇の道を志すも果たせず、不本意ながらもいとこの嵐勘十郎のプロダクションに、所属。1935年に、映画、成平小僧春がすみ八百八丁でデビューしたが、 1937年、嵐がカンプローを閉鎖。1938年、日活に移籍する中、森は、新興キネマに所属し、娘役として、多くの映画に出演した。多くは、狸ぬものなどの喜劇や2 0 0級の映画であり、溝の口賢治の、祇園の姉妹のような映画に出たいと夢見ていた森は、失望する。またこの頃、気鋭の映画監督だった。 森一世にプロポーズされ、婚約したが、その後婚約破棄。これを作家に撮影所内で悪評が立ち始め、居づらくなったため映画界から一時みを引く。1939年10月、映画法が制定。映画出演が制限され始めたため、1941年、21歳で、歌手を目指して、陸軍の満州遺門団に参加した。戦時中は、 日本軍慰門団で、正治太郎らの前座歌手として、ミスワカナ、玉松一郎らと、中国戦線や南田戦線を巡回する。慰門団では、赤木春へと出会い、以後60年以上にわたり、信仰を深めることとなる。後年、セレベス島滞在中の体験談を語っている。森は事前に、空襲の際には、ホテルの防空壕よりも、 堅固な近くの刑務所の防空壕に逃げるように説明されていたが、ある日、買い物からの帰り際、空襲警報に遭遇、やむなくホテルの防空壕に避難した。しかし、空襲で直撃弾を受けたのは、刑務所の防空壕だったため、難を逃れたという。この時期、映画、小島の春を見て、この映画の杉村春子の演技に、大きな衝撃を受け、 これ以上の衝撃を以降感じたことはないと10回している。森は演技の師匠を持たない私が心から尊敬しお手本としたのは10代から憧れた杉村先生ただ一人です。時代劇の娘役の頃からいつか近づきたいと密かに思い続けてきましたとも語り杉村を生涯の死とした。終戦後は役者活動にとどまらずジャズ歌手として 新中軍キャンプへの巡業も行っていた。1947年27歳の時、そこで森を見染めた日系アメリカ人2世の米軍族、リチャード・上村からプロポーズを受け婚約する。だが、芸能界に未練があった森は決まっていた戸米をキャンセルし、日本に泊まった。上村は結局婚姻関係を結んでから1週間後にハワイに帰り、 短い結婚生活は終わった。その後、1949年の秋に、肺結核と診断され、約3年歓迎の活動を休止、京都山品で、闘病生活を余儀なくされる。この頃、森光子は死んだという噂が、誠しやかに流れ、後に復帰作となった NHK 大阪。 放送局制作のラジオドラマ、エンタツチョビヒゲマニ勇気で共演した赤ギラもそう信じていたという。当時すでに結核の特効薬である抗生物質ストレプトマイシンは発見されていたが、非常に高価であり、病気のため収入の途絶えた森に治療を受けることは難しいと思われた。しかし療養先が知人の演者であったこともあり、 担当医師が闇で仕入れたストレプトマイシンの効果を確認するため、モルモットとの名目で森に投与したことで一命を取り留める。その後1951年に大阪へ戻り、仕事復帰の準備を始めるが、森を待っていたのは芸能界の厳しい現実だった。約3年のブランクに加え、一度は死んだと噂された若手女優に再び手を差し伸べる相手はなく、 森は御用儀機のように仕事ないですかと知り合いを渡り歩く日々を送る。そんな森に関心を示したのは当時 NHK 大阪放送局で芸能番組担当プロデューサーを務めていた福信次郎だった。福は1952年新春から立ち上げる予定だったラジオコメディ番組に森の起用を決める。これが前述の円達ちょびひげ間に勇気である。 横山縁達の相手役として、翌年の続編、縁達の名探偵にも出演し、その後は、開局間もない民放ラジオ番組にも起用され始める。この間、ラジオドラマへの出演が決まったばかりの頃は、収入が不安定で知人の裏千家千創室夫人、千家横の秘書として雇ってもらい、生計を立てていたという。1955年、 ラジオ出演に関して朝日放送と専属契約。大卒初任給が1万2千円程度という、この時代に契約金60から65万円、番組へのレギュラー出演を局側が保証するとの、好条件のもと、宮古町長、なんと、ゆうじ、ゆめじいとし、きやじこいしらと、漫才学校にレギュラー出演。芸達者な実力者を向こうに回し、 関西を、ホームグラウンドにラジオタレントとしての確固たる人気を、獲得、ローと東西を笑いた流試合での大阪方の、司会役など、バラエティ番組のみならず、ラジオドラマでも活躍する。舞台、放浪期の一シーン。机にもたれかかる森光子演じる、林文子ラジオへの出演とともに霊明期の、テレビ在阪局制作のドラマにも出演するようになる。 ABC 専属の森は、系列の大阪テレビ放送において1956年、在阪局制作のコメディ番組としては、初の全国ネットとなった、中田大丸ラケット主演のコメディ、大ラケの、びっくり鳥物町で、藤田誠演じるよりき、苦島千之助の、滅法腕の立つ妹、妙を演じ、関東にも、その顔と名を知られるようになった。なお、幼少から、 若手女優の頃は、黒みちゃんと呼ばれるほど、色黒だったが、尋常性白飯のため年齢を重ねるにつれ白くなっていった。1958年、梅田駒劇場で、大丸ラケットと共演した舞台、甘辛人生で、防空壕から、洗濯物を持って出るシーンの台本にセリフがなく、8分間、よろしくとだけ書かれていたため、アドリブでこの当時のヒット曲、 船方さんよ、お月さんこんばんは、遊楽町で会いましょう。俺は待ってるぜ、の4曲を1フレーズずつつなげたものを歌ったところ、客受けがよく、この時、偶然にも、空港へのハイヤーを待っている間に劇場に入って、森の演技を見ていた、東方の菊田和夫に、芸術座で芝居をやらないかと状況を誘われる。大阪で絶大な人気を誇り、実力を認められた森であったが、 かねてから、東京からのスターとの共演では、交番が4番手程度になることに不満を持っていた。そこで、投票と専属契約を結び状況を決意し、この年の芸術座公演、花の連で、東京進出を果たし、その後も、画めついやつなどに出演する。当時 ABC との契約も残っていたため、びっくり取り物帳の出演文は、VTR で取り溜めして対応した。 岡本義彦と、1960年1959年、大阪から東京に拠点を移したほぼ同時期、NHK 大阪出演時の仕事仲間で、直後に、ラジオ東京に移籍したプロデューサーで演出家の岡本義彦と結婚。岡本が5歳下だったこともあり、森本人は3歳サバを読んで36歳ということにしていた。1961年、 前年の舞台、ガシンタレで演じた、林文子役が、脇役ながらも高い評価を受け、菊田はこれを発展させる形で、放浪期の脚本を執筆。森は、主役の文子役に抜擢される。この年の芸術座10月公演で初演にして8ヶ月のロングランとなり、芸術財文部大臣賞、テアトロン賞を受賞。以後、 生涯通算で2017回を数える森の主演代表作となるとともに、それまで脇役だった森が主演女優への階段を登るきっかけとなった。また劇中、森憤するふみが自分の小説の新聞広告を見つけ、喜びのあまりでんぐり返りをする場面は名物と言われるまでになった。また、森は林ふみ役について、 舞台で死んでもこの役を渡したくないと、並々ならぬ思い入れを語っていた。1963年、放浪期で人生初の主演を務め上げたことで、森は仕事にのめり込み仕事最優先となる。この時の心境について、いつでもギリギリ決着の逃げ場のないところで、体をぶつけて、私は生きてきました。俳優という退職金も、 失業保険もない職業の惨めさを、私は自分自身の体に刻んでいるのです。だから、お仕事を断るなんて贅沢なことはできないと、当時のインタビューで答えている。そんな妻に対して、夫、岡本は、君は、仕事に殺される。仕事を半分に減らせ、夫の忠告がなぜ聞けないのか。と、森を思うが、子、反発するが、 その亀裂はもはや修復不可能となっていた。結局、森は仕事を選び、この年二人は離婚。この結論に至ったことについては、私は妻の座についていたかった。今でも岡本を愛しています。許してくれるなら、謝りもしましょう。現に、彼の前に手をついて、別れないでくださいと泣いて頼んだこともありました。でも、結局、破局でした。 二人の間には永久に交わることのない平行線があったのです。一つだけはっきりしているのは、もう二度と結婚しない。これからは役者一筋に生きていくということと語っている。結局、森はこの時の決意を全うし、この離婚以後、生涯独身を貫いた。ただ、一方では、その後、作家の水上つとむ、ゴミヤススケとの恋愛関係や、 作曲家の渡辺武夫との長期にわたる不倫関係を取り沙汰されたこともある。1965年、当時人気のテレビ時代劇で、偶然、家で見ていたネット系、新選組結風録に興味を示し、いきなり東映京都撮影所に電話を入れ、自ら出演を打診、最終回に急遽設定された、架空の人物、山並啓介の恋人、三枝役として、 特別出演している。同年、入腺腫瘍の適出手術、1967年には、急性肝炎のため1ヶ月の入院を余儀なくされ、この時期は健康上の不安に見舞われている。1966年、東方でマネージャーを務めていた、吉田直美が独立し、吉田直美事務所を設立。森も、東方から、同事務所に移籍。 東芝日曜劇場、天国の父ちゃんこんにちは、時間ですよ。土曜グランド劇場、おふくろの味、銀座我が町、かくれんぼとおかず多くのテレビドラマにも出演。京塚雅子山岡久野とともに、日本を代表する、お母さん女優としてその人気を、不動のものとし、日本のお母さんの異名をとっている。特に、時間ですよシリーズでは、 下町の銭湯の女将さん役が当たり役として話題になった。確立したイメージは CM でも活かされ、特に1968年から起用された竹谷味噌の CM では、途中に空白期間はあるものの2008年まで、約40年にわたり CM キャラクターを務めている。1974年から1988年までの14年間にわたり、 富士テレビのワイドショー番組、3時のあなたで月曜日、火曜日のメイン司会を担当し、この間、石原裕次郎の追悼特集や田中角栄との対談などの大役をこなし、女性司会者としての地位も確、確立同番組での歴代最長司会者でもある。また、この番組では森を姉と慕っていた、美空ひばりが、第1回と最終回に、ゲストで出演した。 司会者としての実力は NHK 紅白歌合戦の赤組司会者としても発揮されており、第13回、1962年、第29回、1978年、第35回、1984年の3回、起用されている。また、輝く。日本レコード大賞でも、1972年から1976年まで司会を務めている。 紅白では、実際赤組司会を務めた3回以外でも起用が有力だった回があるほか、出場歌手の候補にも上がったこともあるとされる。また、第35回での64歳での赤組司会は、第66回、2015年で森友信仰のあった、黒柳哲子に抜かれるまで、紅白司会者の最年長記録となっていた。 1975年11月から翌年5月、TBS 系で放送された、花吹雪はしご一家で、母子役として共演した、西条秀樹からは、東京のお母さんと呼ばれ、講師に渡り、親交を深めた。プライベートで、年上の有名女優と交際していた、西条の恋愛についてアドバイスしたり、コンサートにも数多くゲスト出演している。 1977年、吉田直美事務所から独立し、個人事務所、オフィス森を開設する大阪での喜劇女優としての経験を活かして、ザ・ドリフターズとのドリフト女優の爆笑劇場や加藤茶、志村健とのカ・とちゃんけケンちゃんミツコちゃんといったスペシャル枠のコント番組にも長年出演するなど、その芸域の広さと柔軟性も見せている。 好奇心旺盛にしてあり余るほどの行動力を発揮し、興味を持った歌手やアーティストの講演には足しげく通い、その姿勢は、自らも、若さの秘訣の一つと語っていた。中でも、ジャニーズ事務所所属タレントらや、クレイジーケインバンドとの交流は、有名だった。ジャニーズ所属タレントの中では、少年隊の東山の之の歌と踊りを高く評価。講師にわたり、 信仰を深め、森の右手を握れる男性は東山だけとも言われ、実際に交際の噂を立てられるほどで舞台では5作品、テレビドラマでも共演作がある。また、2011年11月5日、東山と前年10月に結婚した木村吉野との間に、第一子となるージ,ジが誕生した際には祝福のコメントを寄せている。80歳にして、 絶叫コースターに挑戦したいと希望し、テレビ番組の企画で、時 o の長瀬智也と実際に、コースターに乗ったこともある。ジャニーズ事務所の創立者である、ジャニー北川との親交は古く、北川の父親が、大阪の道頓堀劇場で、森の舞台を、よく見に行って、森三子は、踊りが上手いと褒めていたことを覚えており、後に、 ジャニーズ事務所解説と共に交流を深めることとなった。大橋巨泉司会の人気番組だった、クイズダービー、世界丸ごとハウマッチにも、たびたびゲスト回答者として出演していた。特に、クイズダービーでは、森の、ドッキリ発言のエピソードが知られている。森は出場者側として、登場の際、CM 明けの六問目に、初代2枠レギュラー回答者、5月緑の曲、 恋する蝶々の貸し当て問題で正解が男に泊まれと小泉が発表した直後のことである。出場者の森は突然私はもしかしたらあのホテルに泊まれかと思ったと真顔でコメント。この森の発言に全回答者のみならず出場者側で出演したタレントたちも大爆笑、小泉もさすがにそれは過激すぎますよ。 特徴する始末だった。また、世界丸ごとハウマッチにおいては、森自身が、レギュラー回答者になりたいというほどでもあり、当番組の最終回スペシャルにも出演していた。その後、森は小泉が、番組スーパーバイザーも兼任した、TBS の大型バラエティ番組、ギミア、ブレイクのレギュラー陣の一人としても起用されている。1984年11月、 始終報省を授与される。この時、年齢を3歳サ読みしていることや、嵐勘十郎の命ではなく10枚であることが発覚するが、当時のマスコミの論調は、好意的だった。1985年、広角家としても知られた森井は、真相となった両国国技館に足を運び、1月場所2日目に砂ぶり席で観戦。 その姿が NHK 大相撲中継に映された映像が現存している。ちなみに森が感染したこの日の結びの一番が昭和の大横綱である北の海源駅最後の一番でもあった。1992年11月、君三道随法賞を授与される。この頃から体力の衰えを実感し、当時、桃秀夫が通っていたジムへ行きトレーナーへ指示を仰ぎ、 肉体改造に着手。毎日欠かさず150回のスクワットを行い、エアロバイクをこぐなど、筋力強化に励んだ。こうして、80代に入ってもなお、若々しい要望と基地に富んだコメントで、幅広い世代に親しまれ続けた。1996年1月31日と2月1日に、新高縄プリンスホテルで、初のディナーショー。 森光子スペシャルディナーショーを開催。構成、演出は、ジャニー北川。バックダンサーとして、東山のりゆきや道元剛に加え、V6、時をも踊りを披露しており、ジャニーズジュニアには、デビュー前のタッキー翼、嵐の王の里しらが参加している。結局これが、生涯ただ一度のディナーショーとなった。1999年、 京都市特別観光大使に任命される。その後2009年に京都市市民栄誉賞を受賞。2011年からは京都市名誉観光大使を務めた。2000年、16年間悩み続けた白内障の手術に踏み切り、無事成功する。2005年、芸能生活70周年を迎えたこの年の3月4日から27日に行われた。 芸術座公演、放浪期は、老朽化のため解体が決まった、芸術座での最終公演。先週楽では、カーテンコールの際に、祝、第一秋祈学、暖かいご声援をありがとうございましたと書かれた、パネルが、舞台上に掲げられ、48年の歴史に幕を閉じた。10月5日から30日、11月5日から30日、移住院制限作の舞台、 月子の月そして、単語に出演。東山のりゆきとの共演が話題となった。また、この舞台の主題歌として10月5日、10年ぶりに、リリースした新曲、月夜の単語が10月17日付のオリコンチャートで45位、初登場となった。歌手デビュー64年で、初のチャートインは、史上最長期間記録。 85歳5ヶ月での初登場トップ50入りも最年長記録でダブル開挙である。11月文化勲章を授与される。女優からの勲章受賞者は山田椅子以来二人目。2006年9月2日から27日、11月1日から26日に公演が行われた女たちの中心蔵にナレーターとして参加。 1979年のテレビドラマ版でナレーターを務めて、以来、1980年の舞台初演からナレーターを務めているが、この公演の録音が最後となった。この年、元、俳優で1970年以降、35年余りに渡り森を支えてきた、マネージャー関藤雄が、直腸癌を発病、治療に専念するため退社を余儀なくされる。 という出来事が起きている。2007年10月2日から26日、新橋演舞場10月公演、近州演舞場祭り、中村勘三郎奮闘に出演。18代目、中村勘三郎との初共演が注目された。昼の部は、勘三郎中心の歌舞伎公演、森は、夜の部の、森三子、中村勘三郎特別公演、寝坊な豆腐屋に、出演。 親子を演じた。仙台勘三郎とは、歌舞伎座公演、行く、地なし、定劇公演、花の吉原月馬屋など過去に4回舞台で共演しているが、18代目との共演は、全名、中村勘九郎時代から、映画、テレビを含め初めてであり、これに加えて、森の希望で2代目、中村勘太郎、2代目、中村七之助も配役され、 実に、親子三代との共演が実現した。しかし、結局これが最初で最後の共演となった。また、東方系の舞台出演が多い森にとって、小竹系の演舞場への登場は1966年に、森重久や、三木の平らと共演した、森重劇団特別公演以来、実に41年ぶりのことであった。2008年、1月、 前年11月芸術座の跡地にオープンした新劇場シアターアクリエで初の放浪期公演を行う。この公演からそれまで名物となっていたデングリ返しを取りやめ万歳三章に変更。これは前年の博多公演で失敗したことや森の体力面を考慮しての処置でありデングリ返しの封印と報道された。また、 この年の4月に唯一存命の肉親で、長年、オフィス森代表、マネージャーとして、講師に渡り森を支え続けた3歳下の実妹柳田咲子が死去。そのショックは大きく、本人はもに服し、気丈に振る舞うも、夏頃には、喉の病気を患ったことも重なり、明らかに衰弱した姿が見られるようになった。またこの時期と前後して、 長年森に尽くした付き人がいつともなく森の元を去っている。こうした事実に多数の週刊誌が興味本位に森光子のお糸の記事を組むなど、翌2009年の放浪期の講演は愚か森の生命すら危ぶまれる状態にあった。森はそんな中、 信仰が深い和田明子宅を訪れ、まだ女優を続けたい思いと、思うようにならない体との間で思い悩み、和田に相談を持ちかけたという。4時間に及んだ話し合いの中、和田は森に、森っち、もうええやん。これまでずっと頑張ったやんと交板するように、進言したという。しかし、結局森は、お客様が待ってる、私の生きがいだからとそれを断り、 舞台に関わり続けた。2009年1月、初の著書、女優、森光子大賞、昭和、平成マイナス88年激動の奇跡マイナスを、出版。懸念された健康状態も年明け頃から徐々に、立ち直り、舞台公演は、無事に続けられ、5月9日の誕生日には、放浪期、上演2000回を迎えた。また、5月11日には、 河村武雄内閣官房長官より森に国民栄誉賞を授与する方針が表明され5月29日に正式決定の上7月1日に授与されたこれは俳優では初の生前授与である11月3日から27日には牧野望作演出の明治座11月公演晩集に出演牧野は森を想定して脚本を当て書きし 演出した。また、森自身が、共演者として10代目、坂東三五郎と、八草薫を指名、三つ五郎とは初、共演、八草とは1961年の、放浪期、以来48年振りの共演となった。この作品では、振り袖姿で、センチメンタルジャーニーを英語で歌うシーンもこなしている。2010年1月8日から2月6日、 引き続き帝国劇場での舞台、新春人生革命に出演、滝沢秀明、錦織一世との共演が話題となったが、この頃すでに立ち上がりや歩行に、海添えが必要となっており、舞台上でも座った姿勢での演技や共演者が移動の、際に手を取るなど、立たずに済む、動かずに済む演出が多くなり、抑揚にかけるセリフ回しや、 長ゼリフになると飛んでしまうこともたびたび生じ、場面によっては、リップシンクが採用されるなど、その衰えは否めなかった。しかし持ち前のユーモアと起点でアドリブを交え、そうした不安をカバーして1ヶ月に及ぶ公演を務め上げた。だが2月26日、体力面を不安視する主治医の勧めもあり、同年5月から6月に、シアターアクリエで、 公演予定だった、放浪期の中止が発表された。以後は、各種のイベントや、芸能関係者の訃報、刑事に対し本人名義のコメントを寄せているが、2008年、TBS 放送の、渡る世間は、鬼ばかり、第9シリーズ秋のスペシャルが、ドラマ作品の遺作となり、女優としての活動は、舞台、人生革命が、 最後となった。2010年8月11日放送のドキュメンタリー番組、戦場の漫才師たちわらし死体の戦争に、証言者として出演、同年11月には、帝国ホテルで、帝国劇場100年記念ムック本帝劇ワンダーランド帝国劇場会場100周年、記念特本への収録のためインタビュー取材と、写真撮影を受けているが、 これが、表舞台での最後の仕事となった。2012年1月2日から28日、明治座創業140周年記念公演として、5年4ヶ月ぶりにキャストを一新して上演された、女たちの中心蔵では久々に、ナレーターとして名を連ねているが、実際には、前回2006年の明治座9月公演の際に、録音されたものが使用された。 最後の金鋭となったのは、2012年2月7日から4月30日に、かけ上演された、堂本光一主演の舞台、エンドレスショック2012の初日に公表された、公演ポスターを掲げる姿で、公式の場に寄せた最後のコメントとなったのは、2012年7月9日に、山田鈴が死去した、祭のものである。 2012年11月10日18時37分、肺炎による心不全のため入院先である文京区本郷の順天堂大学医学部附属順天堂委員で死去。満92歳没。生前からの本人の希望で親族だけの密葬を済ませた後、死去から3日後の11月14日の夜に親族からの連絡で東方から正式に発表された。 なお、発表の数日前には、実際にはすでに死去していたにもかかわらず、復帰間近という報道が流れたほか、事実の公表寸前まで復帰を願う声が数多く、あった。くしくも森が没した3年前の同日には、森重久也が96歳で、2年後の同日には、高倉健が83歳で亡くなっている。なお、 森の本草寺には高倉が長伝で奥みを寄せた。森の死去の法を受け、信仰の深かった、大貞春、米倉正ね、浜優子、篠山紀信が哀悼コメントを発表した。インタビューで、篠山は、その生き方は全女優がそうありたいと思う、鏡だったのではないかと発言している。また、死去が発表された2012年11月14日、以降、 追悼番組が各局で編成された。ザ・ドリフターズのメンバーも葬式に駆けつけ、いずれ僕らもそっちに行くかもしれないのでよろしくとその死を惜しんだ。2012年11月30日、日本政府は閣議において、森光子の日本演劇界発展への貢献を、沢として、命日である11月10日付で、 十三味を依存することを決定した。十二月七日に青山葬儀場で開かれた本葬では、二千三百人が参列した。開名は、傾向いっぱなし誉れだ花雪登流大師。花雪の時節を通して培われた灯家から放たれる、恵みの光が、これからも多くの人の心に留まり続けるもので、あるという意味が込められている。なお、 生前の森は無宗教だったが、13歳の時に、亡くした母の菩提寺が京都にあり、蒸気の隠語をもこの寺院から受けたものである。1989年に、親友、美空ひばりを亡くしたショックから翌年、茨城県に生前墓を購入しているが、個人、遺族の意向で、茨城の墓ではなく、京都の母の菩提寺に納骨された。その後茨城の墓は、 撤去されている。2013年、一般財団法人、森光子芸能文化振興財団が設立される。創設時の代表理事は、長年森と仕事をしてきた、元富士テレビ、共同テレビの塚田健一。その後塚田が2016年12月31日に、死去し、現在は、三次のあなたで、森とコンビを組んでいた、野間修平が、 代表理事を引き継いでいる。2014年2月27日、富士テレビが、開局55周年記念として、森の半生を描いたドラマの制作を発表。森光子役に、仲間幸恵、菊田和夫役に、石坂浩二、岡本義彦役には、藤木直人がそれぞれキャスティングされた。作品は、大阪の喜劇役者時代から、放浪期で、 芸術祭賞を受賞するまでを中心に構成されている。後日、正式タイトルは、森三子を生きた女日本一愛されたお母さんは、日本一寂しい女だったとなること。森の誕生日である5月9日に放送されることと、合わせて5月3日には、三次のあなたなどの所蔵映像を中心に構成した特別番組、三次のあなた。 森光子が蘇るの放送も発表された。5月9日、11月に森の3回期が明けることから、2015年6月、シアターアクリエで、放浪期に次ぐ森の代表作である、おもろい女が9年ぶりに、藤山直美主演で復活、1ヶ月間上演されることが発表された。森自身、生前に、 肉体的に最もきつい作品と話し、2006年の公演が最後となったが、一方で、いい脚本だから、残してほしいと兼ねてから希望していたこともあり、東宝が再演を決めたものである。おもろい女は、もともと NHK で1965年9月18日に、単発ドラマとして放送されたテレビ版がオリジナルで、この時の森の相手役こそ、 藤山直美の父である藤山博美でありこの時直美も中国人小児役で出演していたなど朝からぬ因縁がある2015年10月には放浪記が仲間幸恵主演で復活2015年森光子の奨励賞が創設第1回は中村勘九郎と中村七之助が受賞した第2回は市村正近と 北島康介が受賞した。2016年9月には、雪丸下が、高畑淳子主演で復活。2013年4月27日、石川県加賀市山中温泉の旧、金沢新近山中支店後に、森光子一座記念館が開館。森は、以前から、山中温泉との縁があり、1972年には、ドラマ、 時間ですよのロケで当地を訪れており、商工会との進行があった。また、2000年頃、山中節は、ミニオ謡の中で一番好きと、ラジオ番組で語ったのを、旧山中町長長、田中実が偶然耳にして感動し、森に熱心に養成したことがきっかけで、山中節と温泉の館山中座の名誉座長に、就任している。2009年5月、 すでに記念館の構想が提案され、2015年に創業800年の老舗旅館、吉野や威力園の日本家屋に建設する話がまとまっていたが、森の死去により前倒しで開館となったものである。2013年6月5日には来場者数が1万111 11人を達成。またこの日、記念館の 名誉監修として、石井福子が就任することが発表された。しかし、遺品について、展示に協力してきた東方との借用期間が過ぎ、県道の拡幅工事により、入居建物についても移転が必要なため、2015年の年内をもって休館することとなった。山中温泉で再開する計画があるが、具体的な移転先は決まっていない。ありがとうございます。